さんのおっちゃん。おう、お前ら。おう、無事に助け出せたようだな。はじめまして、ルリアと言います。俺は情報屋のザスバだ。大変だったな、ルリアちゃん。はい、ザスバよ、あまり怖がらせるでない。いや、そんなつもりはねえんだがな。みな息災で何よりだ。シードホルムが教団に攻め込まれたと聞いてな、我も支援に馳せ参じた次第だ。そういや、ローランの姿が見えないが、奴はどこ行った？リリスに囚われてしまいました。そうか、まあ気にやむな。あいつがタダで転ぶわけねえだろ。そう落ち込むんじゃねえよ。ローランの件は俺たちが何とかしよう。リス、行けるか？無論だ、急ぎ準備しよう。さて、これは勘というか肌勘だが、今この空域は未曽有の危機にさらされている。なんつうか風とか空気でわかる。情報は人のいろんな思いを乗せる。喜び、不安、悲しみ、怒り、それが風に乗って辺りに満ちるんだ。15年前のダリトをしのぐ災厄が訪れるんじゃねえかっつう予感が確信になりつつあるぜ。つうわけでお前らは故郷の空に帰れ。いきなり何言い出すんだよ。お前らの出身は確かクアタグランデ空域だったか。小流域を越せる立派な船を持ってんだ。むざむざ危険を犯す必要はないだろう。いいえ、このまま放っておくことなんてできません。あの塔は空そのものを壊します。すぐに何とかしないと。それにローランさんも。俺はな、現実的な話をしてる。すでにお前らの目的は達成してんだ。お姫様を救出した後はその身柄の安全を優先すべきだ。これからどう動くべきか、気空団を率いるお前ならわかるな。ローランさんを助けます。その申し出は嬉しいが、俺の忠告はちゃんと聞いてたのか。まあともかくだ、決して無理はするな。俺から言えるのはそれだけだ。お前らがはいそうですかと帰るわけねえのは分かってる。だがよ、ゼーガグランデの住人としてのメンツがあるんだ。ここは意地張らせてくれや。アーバよ、あとは任せな。心配なんていらねえからよ。あのザスバさんは空域を出ろって言ってましたけど。あんな万有をこのまま放置すれば、いずれ空の世界全てが危機にさらされる。ローランさんはそう言っていたわ。はい、だったら私たちは。心配すんなって、ルリア。こいつの目見りゃわかるだろ。はい。グランサイファーの乗組員の方々ですね。出航しますか？はい、出発します。気流が不安定になっています。航行の際は十分にご注意を。なあ、どうするのかもう決まってるよな。この空を救う。はい、みんなの力を合わせればきっと大丈夫です。空の島々、仲間との出会い、そのすべてがかけがえのないものだ。何としても守らなくてはな。
星の民リリスに大聖少女アンラマイン、厳しい戦いになりそうね。厳しい戦いなんて今さらじゃない。何があっても私たちは負けないんだから。待ってろよベンリアの兄ちゃん、絶対助けてやるからな。みんなで頑張りましょう。なんつう迷いのない飛び方だよ。実にらしい選択だ。星神に真正面から対抗できるのはあいつらくらいなもんだからな。ほっとしてねっつったら嘘になる。大きな借りができたな。さて俺たちも仕事にかかるとするか。ちょっといいか。おお。ローランのやつ城でのゴタゴタでこいつを落としたみたいでよ。戻ってきたら返してやんねえとな。まるで風が怯えてるみてえに気流が不安定だ。だがグランサイファーならいける。ようやくルリアを取り戻した僕たちは次なる問題に直面する。目的の達成を目の前にしたリリスはもう止まらない。今この空で彼女に対抗できるのは僕たちだけだ。だからここでリリスの強行を終わらせることはきっと僕たちの使命なんだ。終末を告げるかのような禍々しい塔、僕たちは迷いなく決戦の地へと飛んだ。こんな色の空は見たことがねえ。全部リリスとアンラマンユの仕業なのか。リリスはこの塔を星の世界への架け橋となる祭壇と言っていました。ゲートを開くのはアンラマンユ。この塔はおそらくその補助を行うものなのでしょうね。ゲートを生み出した光は頂上から出ていました。塔の頂上を目指しましょう。何かに使えるかな。こんなもん作り出しやがって。このまま放置はできねえ。リリスを追うぞ。
これはなかなか。なんだこいつは。いきなり現れたが。あれは、アンラマンユの一部です。てことは、やっぱりただじゃ通してくれねえってわけかい。増えたぞ。小さいが、これもアンラマンユ。させるか。こっちは実体があるみたいです。攻撃できるかもしれません。空間に穴が開いてるぜ。小さいアンラマンユを倒した影響か。同じ場所に見えるけど、何か様子が違うわ。ねえ、見てちょうだい。さっきの分体が実体化しているわ。穴の中だと攻撃できるってわけか。 やってみるとしようや。これでどうだ。はぁ、やった、った。えよいしょ、壊れたぜ。だが真っ暗で進むのは難しそうだな。もう一度穴に入る。元の道を塞いでいたやつは消えてるぜ。これで先に進めそうだな。通常の空間から干渉できないなんて、アンラマンユの門の力の一端なのかしらね。だがこの場は突破できた。攻略の糸口がつかめたと思っていいだろう。何かに使えるかな。絶対無敵の聖召獣なんてものは存在しないはずですもの。ただあの空間にとどまり続けることは避けるべきだろう。閉じ込められれば戻って来られなくなるかもしれない。もらっとこ。それにしてもなんだこの呪んだ空気は。いい感じだ。ってくるぜ。うん、なんだか拒絶されてる感じ。また出たぜ、アンラマイヤの分体がよ。さっきと同じようにやってみようや。まず小さいのが出てきたらそいつをぶっ壊すんだ。何か出てきやがったぞ。今度は何だ。人の顔。登るから人の顔を調子で登る。これもアンラマンユの力だ。これでどうだ。追撃を見せてあげる。合わせる。みんな気合い入れていくよ。もちろん了解だ。そのつもりよ。これで帰る。今の見たか。影が消滅したぜ。もしかして空間の穴が放つ光に反応してうまく利用できるかもしれない。切り刻む。咲かせるわ。ダメージや。それ、これでどうだ。やった、これで通れるわ。やれやれ、キールオール。道を当てさせるだけで一苦労だぜ。
じた。木々の悲鳴が聞こえる。これはゼガグランネの島々の私は後だ。まずはこいつを倒す。ヒドさん、ありがとうございます。抜け抜けとこの野郎。細かいことは後で聞かせてもらうぜ。やった！
みんなを守り防御を固めていこう。それこれでどうだ。みんな、無事か？こっちは大丈夫だ。しかし、あいつはどうする？井戸さん！井戸さんも、リリスさんを止めたいんですよね。私、そばで見ていて思ったんです。井戸さんにとってリリスさんは大切な人なんだろうなって。大切な人がいけないことをしようとしてたら止めたいって思うはずです。母上は、リリスは誰も望まないことをなそうとしている。俺はリリスを止めなければならない。これは俺の責任でもある。一緒に行く。リリスを止めるってんなら目的はオイラたちと同じだろ。だったら一緒に行こうぜ。お前たちの敵だった。許されないことも。でも最後は守ってくれました。昨日の敵は今日のって言うだろ。わかった。共にリリスを止めよう。よろしく頼む。守ってみせる。よろしくな、リド。ああ。もうちょっと愛想よくはできないのかしら。すまない。ねえ、リリスって。皆さん、頑張ってください。ジーンの強化もできますよ。大成功です。うまくいきました。どんな武器の作成も受けたまわります。武器のご用命ですか？それぞれお母さんなんだ。
必要。そうだ。皆さん、頑張ってください。セーブ完了です。それぐらいお気をつけて。母であり、命の恩人でもある。いいのか。その母に剣を向けることになる。これはなかなか。覚悟の上だ。どんだけ割り切ったつもりでも難しいもんだぜ。親子の間柄ってな。そうかもしれない。だが、俺の手で決着をつけたいんだ。親の過ちを正すのもこの責任。ならば君の思いを尊重し信用もしよう。そういえばイド、あなたと戦った時に見せたあの異様な姿は何だった？オイラも気になってたんだ。尻尾まで生やしてまるでトカゲみてえだったぞ。トカゲではない。あれは俺に宿る竜の力を言ったんだし、幼い頃から訓練され、力の扱い方をリリスに教わった。守るための力になると自分を納得させてきたが。よし、最初見た時は驚いたよ。今度はその力でリリスをぶっ飛ばしてくれりゃいいさ。あの、イドさん。なんだ。お礼を言わせてください。教団に捕まっていた時、私を守ってくれたこと。礼など、そもそもルリアをさらったのは。そうなんですが、私がこうして戻ってこられたのも、イドさんがみんなに協力してくれたからです。リリスに囚われたままだったら、もうこの世界からいなくなっていたかもしれません。そうか。感じだ。と、おお、これはなかなか。ローランさん、大丈夫かな。リリスと因縁があるようだったが、今無事を祈るしかない。へえ。また出やがった。イド、これはアンラマンユの一部らしい。いや、まずは小さい声を持って頑張れ。わかった。ここだね。登るしかない。この塔。回復した方がいいんじゃねえかよ。ここだね。みんなさすがね。次も任せて。なかなかいい感じじゃない。これで悪くはなかったな。ファイヤー。
消えた。私に任せて。すごいな。次も任せて。次も任せてくれ。やった。任せてよ。どれだけ倒せばいい。いいね。当たり前でしょ。やるぞ。みんなを守る。ファランクス。そこ。このままじゃ危ねえ。俺が行く。回復する。慎重に戦った方がいいぜ。これでどうだ。しまった。相棒がピンチだ。また戦える。オンに切る。差し込む。一緒に頑張りましょう。何のこれ式。続いて。ここは僕に任せて。どんどん行くわよ。頼りにしてるよ。ビルウィンター。回復ありがとう。合わせて。分かった。助かったわ。影を倒していても拉致が開かない。強引にこじ開けるぞ。やれる。やったぜ。通れるようになったぞ。水の語り送ります。助かったわ。そうか、さっきの黒いフラカーンも影だったんだ。あれはこの空域を漂う力と記憶の影。お、それはつまり聖少獣の偽物のようなものを投入する。なんで。ここは空間が揺らいでいるから、その影響で。これでどうだ。影のように聖少女そのものを投影するな。この塔がそれだけ大それた代物であるということだ。よく狙って切り刻む。これでどうだ。任せろ。任せろ。分かった、いいよ。なんだろう。いい感じだ。まだまだ先は長そうだな。厄介なもん作りやがって。慎重に進みましょう。何が起きるか分かりませんから。試合がてんこ盛りじゃねえか。おっそ分けしてくれ。なんだなんだ。今度はあいつが標的か。そのようだな。であれば、これ以上なく心強いな。どうだ。協力してくれてるのに。多分振り上げる。イド、手を貸そう。アテンション。これもみんなのおかげだね。刺激を任せる。合わせる。
ガランタに負けていられない。ヒールオール。動けねえうちにありったくを叩き込むぞ。これでどうだ。空手を立て直した。助かる。未熟せえな、イドボー。こんな面白いとこ来んなら一声かけろや。そうだな。これでどうだ。これでまとめて攻撃。とりゃ、もう全部あいつ一人に任せとけばいいんじゃねえか。これでどうだ。これあの動きを。なんだあの氷のトゲは。これでどうだ。まだ奥の手を隠してやがったか。よっしゃ、壊したぞ。まだ3分しか。無理しないで。
悪いが先に行っててくれや。で、ここで寝るのかよ。礼を言う、ガランザ。イド、君はあの教団の中にいて、なぜあそこまでルリアを守ることに向き合ってくれた？はじめはただの命令だった。救世のためにルリアを守れと。その目的は、ルリアちゃんを使い、各地の聖少女の力を吸い上げ、アンラマンユの封印を解き、リリス自身の身勝手な願望を叶えるために同情しない他者全てを犠牲にしようとしている。母を信じて尽くした人生、救世のためにと練り上げてきた誰かを守るための力、その全てはリリスの嘘を手助けするためのもので、俺の心のありようも無意味だったと思うと許せなかった。だから今度こそいい感じだ。自分の中の本当を信じてみたくなった。何かに使えるか。ルリアを守ることでそれが証明できるはずだから。嫌な静けさね。急に湧いてきやがった。頼んだぜ。それハーカー。これならいける。僕が行く。登るしかない、この塔。悪くはなかった。まだまだいけるぞ。さあここからだ。負けられない。よし、合わせて。もちろんだ。今の感じね。この調子だ。よっ、みんな、みんなを守る。ファランクス。スランク。これでどうだ。合わせて。ここからだ。聞いちゃいましたよ。